吉田トンのいいフットボール。はい、こんばんトンです。吉田トンです。よろしくお願いします。というわけでですね、今日はこちらの145回で撮ったニコ・ウィリアムズを使っていきたいと思います。よろしくお願いします。悲しい拍手と悲しいダブル高校。はい、というわけでね、こちらの選手昨日ね、ライブ配信で本当に皆さんのあの助けがありまして、なんとか145回で、弾くことができましたということで、そちらの方ショート動画の方に上がってると思いますんでね、ぜひ見てみてください。というわけで、この選手をねちょっと使っていく前に、前回の動画でいただいたコメントの方を読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。では行ってみましょう。早速最初は、ありがとうございます。まず最初、 TT ちゃん、夜生配信のためのエンターテイメント、いつもありがとうございます。やっぱり弾けなかったんですね。初見ですが、なんかそんな気がします。初見じゃないだろう、あなたモデレーターなんだからっていうかもう、あのエンターテイメント撮ってないのよ本当に。もう地獄のね配信になりましたね、夜の配信はね。145はもうやばいってマジで。もう今月弾けません、本当に。もう本当にすいません、もう地獄でしたから。本当にどんどん行きましょう。続きまして、こちら桜鍋リーマン同情生さん、初コメです。浅い企画の上層部がニコ・ウィリアムズを、取りに行くやつはいい人やる資格がないって言ってたんで、よかったですね。これからも応援します。取っちゃったよ夜の145回かけて取っちゃったかも。許してよ浅い企画の上層部の方ね。え、多分あの方かな。いいでしょう、取らせてくれよ。もうこんな体張ってんだから、ね、よろしくお願いします。初コメありがとうございます。どんどん行きましょう。アナゴちゃん、これは祝杯のハッハ送っときます。あ、トンにお久しぶり。お久しぶりじゃないだろう。あと祝杯送らないでくれ。これどこに祝杯、まあハーランド当たったからか。まあハーランド当たってるからなでもなんで喜んでないんだ俺、ハーランド当たって。どんどん行きましょう。ワイプロちゃん、トンさんは寝起きで頭が回ってないのに地球は回ってるのっておかしくないですか。なんか腹立ってきたのでラーメン食べてくれ。どういうことやねんどこで腹立ってんだよ本当に。どこで腹立ってんすかワイプロちゃんね。それはしょうがないですよ。あのちなみに、今も寝起きで撮ってます時間が、寝起きで撮らないとこの後ちょっといろいろね用事がありましてね、時間がなくてね。どんどん行きましょう。続きまして、ハイパーアルティメットディメンション格闘家ハイパーちゃんですね。ガチャ引かないで、トンの HP かっこお金はゼロよ。もうゼロだよ、もう力尽きました残念ながら誰か蘇生の魔法ね、蘇生の魔法かっこスパチャとかお願いします本当にねどんどん行きましょう。こちら、あ、これも初コメかな。インちゃん、IN ちゃん、 IN ちゃん初コメじゃないか。メシパック500円値下げしてます。いやもう値下げする前に買っちゃいました買っちゃいました、ね。じゃあ次、最後行きましょうか。最後、テイテイちゃん、ハーラトン10連で来ました。ハーラトンだけいつも10連で来る。ハーラトンになんか好かれてんのかなテイテイちゃんをね。でもね、クロスゲーで使えそうだからね、テイテイちゃん使いこなせるんじゃないでしょうか。というわけでね、皆さんコメントの方ありがとうございますというわけでね、またコメントの方していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では選手の方行っていきましょう。はい、というわけでね、画面の方は変わらないんですが、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、こちらニコ・ウィリアムズ、待ちに待ったサイドハーフ最強選手ですね。私のこの方面でね、ここの部分の、こちらの選手、まずタレポン見ていきましょう。こちらパス5、ドリブル10、クイックレス9、脚力10、エアバト3ということでね、そうするとこうなります。まあ、オフェンス81で、ボールコントロールは93、ドリブル98、ボールキープ95、で、パス、フラッパーとグラッパー、ちょっと上げまして75、73、サイドハーフだからね。決定力が振ってなくても74、カーブ75。そして極め付きがやっぱここですね、スピード99、
瞬発力99、そしてフィジカルも70まで上げまして、ボディコン94、スタミナ88ということで、素晴らしいですねこの選手。そしてね、何がもう素晴らしいかってね、もうスキルですわ。もうシーザス、ダブタ、ルーレット、エチタ、足裏コントロール、そしてモメンタムドリブルついてます。モメン、これがエグいね。でボールコントロール、カーブ、スルーパー、ピンクロ、アウトスピン、キックで、で追加でバンパつけまして、ここにねエラシコとかチェイシングとかね、まあ、あとはワンパース、ワンシューか、ワンシューミドルつけるのかとか、なんかつけようかなって思ってるんですけど、まあとにかく強いね。これは、うん、これはもう文句なしでちょっと強いわ、本当に。ここのね選手、今までこのフィーゴとかカドールって、あと一人どうしようかなってね、いろいろ試したんですよ。デンベレ試したりとか、それこそヤマル試したりとかね、いろいろやったんですけど、ついに来ましたねこの完璧な選手が。はい、もうめちゃくちゃ強い、ライブ配信も強かったんで、ちょっとね試合の方で使っていきたいと思います。では試合の方行ってみましょう。スタート。というわけでマッチングしましたということで、最強 FC さんよろしくお願いします。強そうですね最強 FC さん来ました、よろしくお願いします。ではちょっとね、ニコの調子を見ていきましょう。 A ですか今週。はいはい、もう素晴らしいです、ありがとうございます。はい、というわけでね、試合の方にやっていきたいと思います、よろしくお願いします。さあ、ニコ・ウィリアムズがね、もうぶち抜き具合がやばいから、マジでそこをねちょっと見せていけたらなと思います。右サイド中心に攻めていけたらなと思います、よろしくお願いします。さあ、どうしたでしょうか。動きません動きません。あ、動いた。なんか最初のキックオフ結構待っちゃうタイプの人かな。これチェイシングつけたらマジでカットしてくれそうな感じするよ。はい、来ました、これ。はい、ここじゃあぶち抜いてきますよ、これちょっと待ってくれ、いきなりスライディングだよ。さあ、ここぶち抜いてきます、これ。このぶち抜き感、これやばいねモメンタムがえぐいのよ、マジで吸引だから。さあ、ぶち抜いていくよ、これ。はい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 やられたわやられたわ。どっか行っちゃったか、戻ってくるのかな。これさ、でも不利だよね、なんでこっちの方が人数少ない今はやんなきゃいけないの。あ、戻ってきた。さすがに君じゃ無理でしょ。めっちゃスライディングしてくれた。惜しい。そりゃそうだよね、めちゃくちゃスライディングしてくるやん。レッドカードいなくなったわ、いなくなりました、レッドカードでいいねいいね、スライディングマンをかわしてね。もう一人いないから。はいはいいいね、別ゲーみたいになってもね、なんかドリブルで相手の攻撃かわすみたいな。ファールするやん、もうえって。嘘だろ嘘だろ、終わった。え、これ何、交代しないといけないの、もうダメ。え、ダメなのこれ、もう退場これ、もしかして。え、これ退場なの、戻ってこないのこれ。え嘘でしょ
ほんとだ。え、これで交代枠使うの？それはないよ。いや、無理よ。どうなよ、それ。はい、行きますよ、フィーゴ無双。はい、まだ行くよ。はい、かわしちゃいます。はい、かわしちゃいます。キン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 。どうぞ。どうぞ。どうぞ。はい。いいね。何あのキープ、ネイマールでキープやってんじゃん。ネイマールでキープやってんだからなめっぷされてるわ。ニコの動画でしたっけこれ。ニコ・ウィリアムズの動画だよねこれね。終わりですかねこれで。いいとこいた。これニコ・ウィリアムズの動画ですよねこれね。はい、というわけでね、もうニコ・ウィリアムズが強すぎてもう早々に退場させられてしまいましたけど、で圧倒的な使用感の良さは、ね、伝わったんじゃないでしょうかね。とんでもない試合は、ね、あれかでなってしまいましたけど、この辺で、今日動画を終わりたいと思います。どう編集しようこれ。というわけで皆さんありがとうございました。オッソンでした。とチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。